どうも、こまっちゃんです。今日は平戸城に泊まりに来ました。今回のノートリップノーライフは一泊一組限定で実在するお城に宿泊が可能な素泊まりのみのプランでも66万円の宿泊費を要する平戸城キャッスルステイ怪獣櫓での宿泊体験をお届け。2021年4月1日から海外の富裕層などをターゲットに据えてスタートしたこのサービスは、かつて倉庫として使われていた平戸城の怪獣櫓を宿泊施設に改装して贅沢な空間を演出し、宿泊者にまるでタイムスリップをして一日城主になったかのような気分を味わわせてくれる非日常感満載のサービスだ。宿泊では別料金で用意された一流シェフの作る食事プランのほか、平戸神楽や茶道体験、乗馬体験などの日本文化を体験できるオプションが用意されているほか、福岡空港からリムジンで送迎を手配するサービスもあるようだ。もしかしたら今後はヘリでもここへ行くことができるようになるかもしれないそうだ。各種オプションは宿泊するタイミングによってサービスできないことなどもあるようなので、もし宿泊を検討する場合は事前に運営会社へお問い合わせをすることをお勧めするぞ。ここが平戸瀬戸市場の2階にあるレストランなんですけど、めっちゃ景色すごくない？めっちゃいい景色ですよね。うん。ちなみに何頼んだかを紹介してもらおうかな。あの平戸の天ぷらと、うん、あとなんか刺し盛りとか、うん、いろんなの頼みました。ちなみにこれ面白いよね、このシステムね。なんか、うん、今日のおすすめの刺身っていうことで色に分かれてなんかおすすめのしてくれるらしいんですけど、実はこのね青皿っていうこれしかなんか今日残ってなくて、これ頼みました。じゃじゃーん、料理が来ました。ユッキーさんが頼んだのが平戸海鮮天丼セットで、こっちが僕が頼んだ平戸豚ロースカツ丼セットです。これがさっきのね、あの日替わりのやつです。おすすめです。でそれとは別で刺身もね、やっぱ長崎平戸は刺身美味しいんで最高だね。この景色を見ながらね、景色を見ながら。ユッキーさんのバッグに今平戸大橋が映ってるからね。平戸城チェックイン前のランチをシーサイドカフェで食べた僕らは、いよいよここから平戸城を目指すことに。シーサイドカフェのデッキからはなんと目的地の平戸城が見えるではないか。テンションもどんどん上がってきたぞ。かっこいいねこの橋。すごい。お、すげえ。景色超すごくないこれ。すごいすごい。おお、爽快ですねここの景色。すごいね。うん。雲仙からね、だいたい2時間半くらいかな、今かかってここまで来ましたけど、ようやく平戸着いたって感じだね。ねえ、はい、すごい。僕たちの最終目的地のね、平戸城ももうすぐで着くんで、城泊ですよ今日ね。うん。ユッキーさん、いろんなホテルね、世界中であちこち泊まってきてると思うけど、うん、城に泊まったことってある？いや、ないない。あ、城はないんだ。ない。まあ僕も初めてですけど。それないでしょ。そりゃそうか。ちなみに平戸城へは長崎空港から車で約2時間、僕らがランチを取った平戸瀬戸市場からだと平戸城までは約7分間となる。ホテル宿泊マニアのユッキーさんでさえこれまで体験したことのない城泊などというあまりにも特別な旅がいよいよ幕を開ける。こちら本日お泊まりいただく、はい、怪獣櫓という、あ、あれに泊まるんですか？おお。あ、泊まるのこっちですね。こちらの怪獣櫓、はい、でこちらがメインタワーになってます、はい、平戸城の天守閣になります。あ、平戸城は別名亀岡城と呼ばれ、1704年松浦家30代有功高氏の時代に着工し、その後完成した日本百名城にも選ばれているお城だ。なるほど。誰か私にここの一番上に泊まるって言ってた。勘違いして。僕ら泊まるのはこっちなんですね。誰か私最上階に泊まるって言ってた。こちらからこちらの平戸の瀬戸が見えます。うわーすごい絶景ですね。平戸大橋もあちらに見えますので、東西伊豆の方取りください。すごい絶景ですよ。多分さっきあの辺にいたんで、瀬戸市場ですよね。あの辺ですよね。ここに、うわ、あの住所さんもそこに泊まってください。ここは私のです。ユッキーさんの追撃を受けながらもいよいよ怪獣櫓に到着だ。お城らしさを演出するかなり大きなサイズのドアが今開いた。さあここからはいよいよ非日常感の詰まった時間の始まりだ。おお、すごい。あ、またはすごい。おお、
ごい。おお、すごい素敵ですね。こちらお荷物の方はどちらに置いていただいて、あ、そうですね、こちらに置いていただいていいですか。はい、平戸藩主、大工屋平戸藩主松田清山、お殿様ですね。はい、学祭堂という、はい、現代の美術館のようなものを建てまして、そちらに所蔵してた協調符という、書物から、もう蝶々を、モチーフでこちらに描いていただきました。作品は小松隆秀さんという九州の琳派画です。こちらはですね、はい、長崎アゲハといいまして、長崎アゲハ、シーボルトが長崎で発見したことから付けられたという由来がございます。はい、ダミースペース、うわすごい、平戸大橋があっちに見えるんですね。こちらガラス、はい、テーブルになりますが、ヨーロッパから長崎の方にガラス技術が入ってきまして、はい、その技術を、応用して発展したのが江戸切子。その江戸切子風のテーブルをこちらにご用意させていただきます。すごい、ユッキーさん、あの説明受けないで何一人で徘徊してるのよ。こちらですね、はい、格子、まあ、日本の、組み立て の, あの技術を使った、デザインになっているんですが、長崎の職人が手作りで作ったものになります。はい、日本の、民家等にはよく障子とか、はい、玄関の格子等がございますが、そういった技術を使ったものがこちらになります。おすごい、あとこちらのライトなんですが、はい、平戸の、お城の松田家の家紋が三つ星になっておりまして、はい、それをモチーフにあのイメージしたデザインになっております。ちょっと聞いてる家紋をイメージしたライトですよ、これ。この浴室がすごいものあります。浴室あとできますから。天井高、すごい。おお、なんかあったかいですね。これヒーターですか。実はあの、はい、HRC システムといいまして、はい、中にお湯が循環してまして、これこの鉄ですか。あ、一見アートのように見えるんですが、ここのそば来たらすごいあったかい。触っても大丈夫です、ね、触っても大丈夫です、はい、あ、熱すぎないですね。これベソロとかなんとかっていうのよく使うんですよ、はい、あ、温かい暖房っていうか上に上がっちゃうから、そしたら下がいつまで立っても寒い、はいはい、なるほどなるほど。吹き抜け高い家はよくあれ使うんですよね、はい、なるほど、さすが VIP の方は違いますね。こちらもうちの店もあれ使ってる。マジで、そうなんですか。こちらも同じ、はい、あ、なるほど、アーティストの方に描いていただいています。もみじと梅と桜。あ、もみじ、おお、これも平戸の景色と、ね、よく見られる、と桜。でもこの窓一つも開けられないんです。一つくらい。かぶらで昔人が入るの入侵入してこないように作られてるよ。ああ、そうか。だから開けちゃダメなんだ。作りは全く普通の民家とは違うもの。民家じゃないですか。お城ですからね。なるほど、ね。あの、ここは私の部屋です。あの、お主様の部屋はあちらでございます。はい、あちらですね。あちらでございます。ありがとうございます。ああ、ありがとうございます。おお。携帯の充電ができる。ここが浴槽ですね。ここ浴槽じゃない。あ、違うな。わ、洗面所も素敵ですね。こちらからだよ。はい、おー、こちら、はい、アメニティですが、タイのブランドで、はい、タンというあのブランド、タンというブランドなんですね。こちらあの天然成分をメインに使っているので、日本でも今かなり有名なブランドをご用意させていただいております。はい、こちらの平戸城に家紋が入っているタオルと、これは記念に買えるんですか。お買い求めはできないんですか。ちょっとメインのこちらへどうぞ。あ、すごいすごいすごいことになってる。見えるから。こちらですね、はい、説明しておきます。こちらの紐を引っ張っていただくと、はい、ブラインドがおりますので、はい、
すべて下げていただいて、はい、お風呂に入っていただきます。ほら、ちゃんと。基本的にはこの状態で大丈夫なんですが。違う、これさ、パンドセリックでボタン一つで、パッて、中から外は見える、外から中は見えないって話であるじゃん。あれにしないと。最新の技術ですよ。あれにしないと。あれにしないと。最新じゃない、10年くらい前からあるんです。自分のお城じゃないからね、ゆっきーさん。いやでもさ、せっかくこの景色だからさ、はいはい、お風呂入るとき見たいじゃないですか、はいはいはい、閉めたら何も見えなくなっちゃうじゃないですか。なるほどなるほど。だって渋谷公園かなんかの公衆トイレもああいうの使ってるんだよね、うん、あね、確かにね、そうそうそう、ね、うん、そうそう、だからそんなに詳しいですね、やらせてはないんですよね。すごい、この景色を見ながらのうわ、お風呂です。水温になりますので、えあの機械、あのパイプの中を水温が回ってますので、その温度になりますので、45度ではありませんので、はい、これで調整していただければ、高くも低くもなりますので、はい、この後僕らはディナーのために平戸城キャッスルステイ犬家へと移動する。ここは平戸城内の犬家櫓を改装したレストランだ。僕たちが泊まる怪獣櫓からは歩いて約5分ほどの距離にある。今回僕らが通されたのは2階の個室。奥方、どうぞお座りください。表側がワインのメニューになっておりまして、裏側がですね、ビールと日本酒とノンアルコールの飲料のメニューになっております。では、拙者はリバイバル平戸で。僕が注文したのは、約400年前の17世紀に当時平戸で飲まれていたビールを所蔵されていた資料をもとに現代の製法で再現して蘇らせたリバイバル平戸1636とリバイバルホラント1638。長崎県の平戸は日本の歴史において古くから海外との重要な貿易拠点としてその役割を長い間務めてきたが、国内最初のビールの伝来と製造地もここ平戸であったという事実を僕は今回の旅で知ることになった。1630年代のビールと思えない美味しいビールです。美味しいね。これそうなんだ、こんな味してたんだね。普通の日本のビールよりも、ちょっと海外のビールに近いベルギービールとなんかね、日本のビールの間ぐらいの味しますね、これね。これオランダビールって書いてある、ね、オランダビールでした。はい、日本初のビールは平戸で作られました。生小麦がベースのなんとかかんとかと、なんとかかんとかの牛パン。よかった、これ私に読ませちゃダメ。最初のお料理です。ピーナッツが混ぜてるから、うん、口の中に入れた瞬間なんかかぼちゃんプリンっぽいような味です。でも美味しいです、甘くて。カラスミさんも味のアンサンブル、キクイモのビショワーズでございます。天然の色なんですか、これ。紫、日本以外のグラチネです。おー、すごい、こんな色の貝あるんだ、はい、もみじみたいだね、はい、ね、同じ種類の貝なんですけど、いろいろな色が、すごいこの貝の色。平戸城キャッスルステイ犬井の料理は地元長崎の食材を使った専属シェフによる味わい深いフレンチ料理。有田焼の器に彩り豊かに盛り付けされた料理はまるで芸術のように美しい。さあ、お味の方は一体どんなものなのか。味にはとてもうるさいユッキーさんの感想を聞いてみよう。平戸牛の味聞かせてください。うまい。おお、ユッキーのうまい、いただきました。うん、うまい。おお、今日なんか評価高いね。うん。美味しい。あ、そう。こちらリンゴとドゥブルフロマージュのバシランでございます。うん、何それ、美味しいってこと。焼きたてだから、うん、ピスタチオの香りも焼きたてで、うん、すごい香ばしくて美味しいです。おお、すごい香ばしい、口に入れた瞬間。美味しい料理を食べると分かりやすいぐらいご機嫌になるユッキーさん。普段はほとんどお酒を飲まないユッキーさんがこの日はどんどんお酒を飲みたい気分になったようだ。あ、これうまい。これさ、うん、ダッサーの発泡酒よりも。あ、そう。ルールに合う。おー、うん、腹つる。シャンパングラスでいただきます。これ初めて飲むんだけど、うん、思ったよりうまい。へえー、そうなんだ、うん。大満足の食事に舌包みを打った後は、この日の最後のメインイベントだ。
宿泊サービスプランに含まれている2人だけのために貸し切りされた夜の平戸城天守閣へと登る。昔はこちら、こちらの方に町があって、そこにあの海外から来たヨーロッパの船が着いて、ここを上がってきてるような感じ。昔の人たちも、はい、まあ、殿様に会うときはここを上がってここ登って、ね、ああ、いうような感じだったんだと思います。うお、すごい昔の歴史を感じながら登りましょう、この階段を。私だったら、はい、自分がみんなを階段を登って会いに来てくれるプリンセスですから、私は。もう今映像的にはただの酔っ払いですよ、ユッキーさん。この映像は使わないです。すごい、なんかもう時代タイムスリップしますね、これ。この石畳大丈夫？うわすごい、見てよこれ。うわすごい、これやばいね、これやばいよ。平戸キャッスル。こちらが松田家の家紋になってる。あ、本当だ。今これから階段を登るの、うん、マッピングがあるんですけど、スルーですか？海に浮かぶ城、すごいね。おお、これ遣唐使船ですね。そうですね。おお、カトリック の, あの教会の隠れキリシタンの資料がありまして、はいはい、それの残った、あ、女だったんだ。ここでずっと連泊すると、うん、この器でお酒飲ましてくれるの。そんなわけないよね、こんな文化財で。お殿様に聞いてみます。お殿様、いいんですか？俺、一日上司だから明日から権利ありませんか？築城物語で、こちらは100年前のミニチュア、本物。あ、100年前ですか、はい、に作られたと言われているものが。わしは松田家26代当主、松田茂信じゃ。はい、間違っている方を切り捨てるのね。第9代藩主青山が隠居後に表した。お、正解しましたよ。一問正解。もっと修行して立派な平戸藩主を目指そうって。これが天守閣。おお、最上階。おお、おお、これも最上階なんだ。そうですよ。こちら楽に登れた。そうだ。こちらが平戸の町の方になります。おお。あ、大丈夫ですね。あ、外出れるんですね。お、結構すごい風。あ、結構風強いよ。風が強いけど気持ちいいです。はい。今の上司のお気持ちを聞かせてください。大したことない。この城ちょっとちっちゃい、もっとでかい城を制覇しよう。何言ってんの。あ、お茶か何か飲めるんですか？お茶をご用意します。あ、ありがとうございます。美味しい、これ。これはもうあれですか、この時間はもうほんと城泊の方のみの。5時までしかここは営業してないので、それ以降は誰も入れない。なるほどなるほど、城泊の特典だね。もう本当にこの平戸城に来て、うん、多分私、チェンシュがここに来たのかもしれません。あ、前世ね。そう、だから今こうやってタイムスリップにして、うん、1863年に戻って、うん、400年前のビールを飲んで、うん、今に至るのかもしれない。酔っ払ってますか？カットしてください。いや、カットしないよ。カットしてください。まあね。熱っ。え？熱いです。何やってくれんの？皇上、请用茶。早く。いただきます。なんか思ったより近いね。近いよ。なんか。ね、あっちから止まってたところから見るとね、遠かったけど。いいね、いいね、うん、楽しいね。楽しい、すごいわ、これ楽しい。ユッキーご機嫌。楽しい楽しい。天守閣が、うわ、真っ白だわ。さあ、怪獣櫓に戻ってきたぞ。夜の部屋の雰囲気は明るい時間帯よりもさらに幻想性に磨きが増したように感じる。
ユッキーさんが終始ご機嫌な様子からも伝わるかもしれないが、城泊という非日常の空間で過ごす特別な体験は本当に何もかもがとにかく新鮮で楽しい。これには唯一無二の価値があると心から感じた。この後はせっかくの城泊を少しでも満喫するために、あらかじめコンビニで買っておいたお酒やおつまみを食べながらこの日を締めくくる僕らであった。こちらがコンビニで買ってきた品物で、こちらの品物は怪獣やぐらに備えられていたもの。カステイラサイダーという今まで見たこともないような不思議な飲み物があったので飲んでみたのだが、本当にカステラを飲んでいるかのようなカステラの甘さいっぱいの飲み物だった。ちなみに怪獣やぐらの城泊には一般ホテルのようにルームサービスがないため、あらかじめ添え付けられているこれらの飲み物など以外は飲食の手段がない。持ち込みは可能なため、事前に買い物をしておけば僕らのように部屋でお酒や食事を楽しむことも選択肢に増やせるのでおすすめだぞ。平戸瀬戸市場で買い物するならば、僕らがディナーでたしなんだ非常に希少なリバイバル平戸1636などの復刻ビールも販売してるし、コンビニでの買い物がしたいという方には、長崎空港方面から平戸城を目指した場合、平戸大橋を渡った先にセブンイレブンやファミリーマートがあるので、こちらが最寄りのコンビニになるぞ。おはようございます。朝の風景でございます。朝日がねめっちゃ綺麗ですね。おお、朝一番の平戸城天守閣です。あっちが、ちなみにこっちに違うスペースがあって、ここからの見晴らし最高です。おお、やばいね、いい景色だわ。都会では決して味わえない怪獣やぐらから見える美しい海と朝日に感動した後は朝食へと移動。一日の始まりがすでに特別感で満たされている。そして見てほしい、昨晩の風景とは打って変わり、朝のレストランから見える景色はとても素晴らしかった。朝食は健康的な和食で、地元産の食材がふんだんに使用されているらしい。昨晩のディナーに引き続き朝食もとても美味しくて、ユッキーさんも大絶賛であった。チェックアウト後は城泊の最後のプランとしてオプションをつけていた乗馬体験に向かうため、平戸城から車で約15分ほど移動した千里ヶ浜へと向かう。牧場で基礎的な乗馬のレクチャーをしばらく受けた後は、そのまま馬に乗り千里ヶ浜へと移動する。海岸を馬に乗ったまま散策するというスペシャルな体験は、時代劇の作中に飛び込んだかのような非日常の気分を味わえるし、自分の身長よりもかなり高い目線から見下ろし歩く波際の色は照り返しのせいか普段よりも眩しく感じるほどだった。誰もいない静かな砂浜を程よい海風を浴びて乗馬していた時間は、とてもゆっくりとした時の流れを感じられたし、間違いなく素晴らしい体験になった。楽しかったね。うん、いや本当楽しかった。お城で過ごすっても本当に非日常だし、すごい設備も良かったし景色も最高だしね。見てこの景色。ちなみにもう一回この城泊したいと思ったらしたいと思う？うん、来年の春くらいかな。だいぶお気に入りだね。テンション高かったもんね。じゃあ次の旅はまだどこ行くか決まってないですけど、皆さんまた次の動画もぜひ楽しみにしてください。それじゃあまたねー。